2代目ちくわぶのアカペラで進め、聞こうと思ってくださりありがとうございます。このチャンネルはですね、松竹芸能所属のお笑い芸人、私2代目ちくわぶがお気に入りの一曲を独学で学んだアカペラで無理やりモノマネカバーし、ツボを語りながらおすすめする好き勝手なチャンネルです、はい、2月20日なんですけども、ゴスペラーズのアルバムフレンジーですね、発売20周年記念日ということで、もう今月はもうアルバムフレンジー月間と題してやらさせていただいております。でね、早速なんですけども、本日の一曲おすすめいきましょう。アルバムフレンジーといったのもこの曲ですよね。それではお聴きください。2代目ちくわぶがモノマネしたゴスペラーズでフレンジー。冒険者なき時代、ビートの気がね、かけるぜ、ユニゾンがいい、イエーイ、上浜のね、黒沢さん、声に厚みがあるんだね。みんなそれぞれ声違う。遠くの方で一人から黒沢さんが、すごいな、かっこいい。坂井さんのヒューマンビートボックス、これ坂井雄二って言うの、スクラッチ、10円いらずのスクラッチ。いや、 やっぱりね、坂井さんのね、ビートがいいんですね。あとここトークボックス、僕頑張りましたね。それでは皆さんご一緒に、なーなーなーっていうね、ライブで盛り上がる感じですよ、この感じ。そう、先に B メロが来るんですよね、最後は。また左から黒沢さんが遠くの方で、そして A メロ、すごいですね、やっぱり構成もいいし、だんだんこう最後のサビに向かって上がってくる感じ。もうね、震えが止まらないですよ。結構バックミュージック頑張ったんですね、僕今日今回。くるよくるよ、あげるぜあげるぜ、たねー、両サイドで村上さんの声と酒井さんの声が、いやー、ゴスペラーズフレンジー、アルバムフレンジーの1曲目、先週も話しましたけどね、20年前、2001年の紅白歌合戦で、ゴスペラーズを知った人は大変だったと思うんですよね。だって紅白でこうアカペラのバラード曲一人ですね、聴いて2ヶ月後にこのアルバムフレンジが発売されて、で曲目見たら、あ、紅白で歌ってた一人、このフレンジってアルバムに入ってる、聴いてみようっつって、もう聴いたらもう男みたいな曲、いきなり1曲目ですから、このフレンジ、そう、うーだと思ったら、うおーみたいな、そうそう、オラオラ行くぞって感じの、その感じもすごい、もう大変だ、もうどうすりゃいいんだろう、一人まで結構ね、一人結構後半というかにあるんでね、それまで結構うわーっていう男臭い曲がね続くんですけど、それがまたいいんですよね、またね、それはまたいつかね紹介するとして、フレンジですよ、歌詞とかでも分かる通り、このサッカーの歓声をイメージした曲だそうですね。でそうで、発売したこう2002年なんですけども、この年何があったかっていうと、サッカーワールドカップの日韓大会の年ですから、だからそれに向けてだと思うんですよね。そうで、フレンジ、熱狂っていう意味ですね。これメンバーの酒井さんがこの言葉をこう提案して、フレンジあんまり聞かない言葉だけど耳なじみが良くて言いやすいっていうのでこう決まったそうなんですよ。アルバムのタイトルとかか曲のタイトルが先行なのかちょっと分かんないですけども、そう、酒井さんが提案っていうね、当時確かステイゴールドとかいう番組だったと思うんですけど、こう深夜に5分ぐらいの番組があったんですよ。で
平日の週4か5ぐらいでやってて、で確か1ヶ月まるまるゴスペラーズ特集みたいな感じだったんだけど、それでおっしゃってましたね。そう、なんならもうその番組でよりゴスペラーズにハマってったみたいなところが僕はあるんですけど、まあ、確かにこう フレンジですね、 FRENZY、まあ、覚えやすいし言いやすいですよね。そうで、まあ、曲はもうビートが効いてていいですよね。もうそれでもうハモってるところもあるんですけどね、上ハモの黒沢さんとかね、半人万人の笛熱狂にみたいな、で下ハモのね安岡さんと北山さんって、でもなんといってもこの曲はユニゾンですよね。ユニゾン、こう同じメロディーをこうみんなで歌うっていうところなんですけど、やっぱりねゴスペラーズって皆さんこう声に癖があって、皆さん違うタイプの声と歌い方なんで、ユニゾンするだけでかっこいい曲になるんですよね。そう、 B メロのこうオクターブ下で歌う安岡さんと北山さんもいいですよね。そう、かりそうめのってこう北山さんで、安岡さんちょっとやんちゃというか、かりあかかりそうめのスタイルなんざっていう、この感じがいいんですよね。ね、あとイエーイのね、イエーイってこう黒沢さんがね、最後のサビの前直前ですね、イエーイってこう裏声寄りでいくパターンと、これ確かね号泣ツアーだったと思うんですけど、地声寄りというかイエーイってイエーイっていくパターンがあるんですけどね、今回ちょっと裏声寄りにしました。 CD っぽいのかな、その方が。はい、でまあ A メロと B メロはもう歌詞もね、言葉遊びというか韻の踏み方がすごいいいですよね。楽しいんですよ、かっこよくてね、もう楽しい曲。そう、それでね、サビでこうなんていうんですかね、車のハンドルを切ったような、音楽的なこう知識とかないんであれなんですけど、まあ、転調してるんですかねこれはね、サビでこうふーんってこう音が変わる、これも楽しいですよね。はい、でね、そしてね、もうサビはもうなんといってももう村上さんの煽りに煽って、そう、イエー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 みたいな。そう、俺でも結構ねこれ今日やったのこう流してるの2番からモノマネしたんですけど、1番は結構激しめなんですけど、この2番の追い上げ追い上げってちょっと優しいとこがいいんですよね。またこれ全体としてこう特に村上さんの声ってソウルフルだからこう男臭いんですけど、追い上げ追い上げってちょっと優しい声なのがいいんですよね、この特に CD 版。そう、それがいいんですよね。まあ、でそうですね、でサビはもう何と言ってもと言いますか、酒井さんのヒューマンビートボックスですよね。もうコンサートで見られたらもういい一番盛り上がる、アドレナリンがもうフレンジーね。当時ね、僕勝手にこうボイスパーカッションとかビートボックス、ヒューマンビートボックスってこうアカペラの時にやるもんだと思ってたんですけど、フレンジー聞いた時も結構衝撃でしたね。こう元々ビートがあるのにヒューマンビート、いやすごいんですよ本当。しかも酒井さんこう歌ってすぐヒューマンビートボックス行きますからね。A メロと B メロも完全に全部歌って、でサビもこう下ハモですかね、フレンジーフレンジーポイスカスクトゥスカ、フレンジーフレンジーバカタカチカタ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 みたいなね。今ちょっと失敗しましたけど、まあでしかもコンサートもそのまま行くんですよね、そのままやってるんですよ。だからソウルルネッサンスツアーかなっていうのがあのブルーレイ DVD になってるので、それ見ていただくと、その酒井さんのね、酒井さんフレンジーはすごいですから、やっぱあれ酒井さん息吸うこと忘れてませんかみたいな感じですからね。そうそう、そう、ちなみにあの成人男性の肺活量って 3500cc なんですけど、なんと酒井さん 6000cc もあるんですね。そうだからもうコンサート中、え酒井さん息吸ってない、あでも肺活量 6000cc だから大丈夫か、いや大丈夫じゃないのよ大丈夫とかじゃないのよね。いやもうすんごいですよねやっぱね。はい、あとだから酒井さんはね、もうこの曲も酒井さん
強めの話になっちゃいますけど、さらにもうこの曲さらにトークボックスっていうね楽器もやってらっしゃるんですよ。トークボックス、そう先日ねこうテレビ朝日のカンジャムでも特集というかされてましたけど、簡単に説明しますと、僕も見たことはないですよ、その現物生で、動画とかしかないですけど、まあ、あの楽器、まあ、例えばね鍵盤のキーボードとかにホースをつけて加えるんですよ。 それで爆音でキーボードを弾くと口の中にその爆音が入ってきますよね。 でその爆音が口の中に入ってる状態で喋ると鍵盤のキーボードの音色が喋ってるように聞こえるというね、嘘でしょみたいな楽器なんですけど、まあ、感想、まあ、感想のね、みたいな、センメンセンフレンジーって言ってんのかなっていう、あれがね、まあ、まあ僕が頑張って再現して、センメンセンメンウィーみたいなやつが、多分おそらくトークボックスですね。でも音色が面白いんですよね。そう、トークボックスはですね、まあ、あのアルバムソウルセレナーデのミッドナイトサンっていう曲でもね、すっごい印象的に入って、そっちもチェックしていただけたら、知ってる方はね、知ってる方はもうあと50回聞いてください。はい。で、トークボックス。でもこれ、ね、だから、口の中に爆音が入ってくるんですよね。で、だから慣れてないと、慣れててもなのかな、こう、フラフラになるらしいんですね。それを酒井さんやってるんですよね。そう。さすがにフラフラになるんで、酒井さんもコンサートだとやってないそうなんですよ。そう。まあでも発売当時とかやってたもんな。まあやってたとしたら、まあというか、酒井さんがトークボックスやってる映像を見てみたいですよね、やっぱね。そうです。で、トークボックスってこう人を通すんで、だから酒井さんの感じがこう音色に出てますよね。やっぱ。そう。いいですよね、やっぱ。で、やっぱトークボックス自体はね、いろんなミュージシャンの方がこう YouTube に演奏してる動画上げてらっしゃるんで、よかったらそれも見てください。面白いんで。ということでね、今回フレンジをおすすめさせていただきました。まあ、フレンジ、まあ、アルバムの1曲目ですね。フレンジというアルバムの1曲目。で、このフレンジが終わって2曲目は、こう先週の第2回でおすすめしたゲットミーオンに進んでいくんですよね。最高のアルバムじゃないですか。いや、まあ僕のこうモノマネした挙句のツボ語りですけども。これでね、ゴスペラーズのフレンジ、良さが伝わったか分かりませんが、ぜひサブスクとか CD とか、ご本人のゴスペラーズのフレンジをぜひ聞いてみてください。はい。まあ僕、そうですね、ゴスペラーズファンの方も、そう、そんな曲知らなかったよって方もね、ぜひご本人の曲を聞いてください。いい曲なんで、かっこいいんで。はい。まあ、なかなかね大変な時期ですけども、皆様、雨にも負けず、風にも負けず、コロナに負けずということでね、まあ、一つ一つちょっとずつね、乗り切りましょう。はい、ではありがとうございました。冒険者なき時代、決定は自分次第、かけるぜ。イエーイ。列強に軍にしない、展開は自由自在、吠えるぜ。イエーイ。こぎすました嗅覚が暴れ出してる。鋼のような石抱いて走れよ。さあフレンジーフレンジー追い上げ追い上げ今フレンジーフレンジーさあフレンジーフレンジーケチらせケチらせ今フレンジーフレンジなななななかりそめのスタイルなんざちぎり捨ててく本能でマスターがファンタジスタ目覚めろ熱狂に忠誠誓うぜ、yeah!
栄冠は眼中にない絶叫にこの身を捧ぐぜ傍観者なき時代決定は自分次第かけるぜ列強に組みしない展開は自由自在吠えるぜさあフレンジーフレンジーあげるぜあげるぜ今フレンジーフレンジーさあフレンジーフレンジーケチらせケチらせ今フレンジーフレンジー